今日はですね、動物ではなくてですね、今日は明日の台風に向けて、いろいろと買い出してきたっていう話です。ちょっとね、買い出してきたものをザザーっと出そうかなと思います。はい、お水3本ですね。濃いお茶、濃いお茶、まあ、飲み物はね、絶対いるだろうということで、飲み物をいっぱい買ってきました。で、なんかお水はね、聞いた話によるとこれちょっと少しだけ飲んで冷凍しておくといいそうなんですよ。例えば停電して冷凍庫の中が溶けるのを、この氷を凍らせておくことによって、冷凍庫の中をクーラーボックスみたいにね、してくれるらしいんですよ。この水を凍らしておくと。なんでこの水は凍らせておいて、で、まあ最悪後から溶かして飲めばいいっていう感じでね、使おうと思います。だこれ満パンのまま凍らせると、これ亀裂が入ってね、割れちゃったりするといけないんで、ちょっとだけ飲んでおく。ちょっとだけ飲んで減らしておいてから冷凍して、備えておこうと思います。はい、でこれがカップラーメン。これごつ盛りってやつですね。担々麺、もう担々麺好きなんですよ。これね、きつねうどん。なんか見たことないきつねうどんですけどね。まあとりあえず買いましたよ。あのあれです、スーパーとかじゃなくて杉薬局で、薬局で買ったんでね。この辺はこれはあのセブンイレブンで買いましたけど。あとフルーツグラノーラですね。これいいなと思うんですよね。これだって、牛乳なくても全然そのまま食べれるじゃないですか。で、栄養のバランスもそこそこいいし、かなり入ってるんですよ。800g とかね。これ入ってたら結構何日も食べれるなと思って、これちゃんと来ました。あとはパンと、あとはバナナ。バナナはね、僕が食べてもいいし、動物が食べてもいいんで、もういいかなという感じで。ちなみにバナナはですね、このヘタの部分、ここをね、サランラップとかで巻いておくと、日持ちします。普通にそのまま置いておくと、3日ぐらいで黒くなるやつが1週間ぐらいこのまま黄色いまま、ヘタの部分をね、ラップで巻いておくと、持ちます。紙ね、まあ紙はいるでしょうってことで、とりあえず買って、あとまあこれも関係ないですけど、歯磨き粉も買いました。ピーチリーフミントっていう味付きのやつです。うまいんですよ。こんな感じですかね。あとはアマゾンから何か届いてて、よいしょ、チモシーです。
しもしだけ。これアマゾンでめっちゃ安かったんですよ。なんか400円ぐらいだったかな、これ。はい、2つ買ってきました。僕毎週チモシー買ってるんですけどね。今週は台風で行けなさそうなんで、アマゾンで買ってきました。まあ珍しく買い出ししましたね。まあ史上最大の台風なんていうんで、一応買い出ししてきましたよ。まあ、使わなかったら使わなかったで、後から食べればいいだけの話なんで、まあいっかっていう感じですね。あと災害のあの時の、情報でちょっと調べたんですけど、停電になったらまずブレーカーを全部落とすといいそうです。あの電気が復旧した時に、その復旧した時にその刺さっ、もともと刺さっているところに電気を供給しようとして漏電して、火災の元になるそうです。なんで、まずもし停電したらブレーカーを全部オフにしておくと、そうすると、まあ、火事の予防になるよっていうことみたいですね。まあ基本らしいのでみんな知ってると思うんですけど、何かあるかな。まあなんか最近の台風情報見てると停電になるっていうのは結構多いね。ああ、あれです、モバイルバッテリーも一応充電してきましたね。あの大容量の5000ぐらいのやつを。そしたらスマホはコミュニケーション取れなくなると心配するかもしれないんでね、スマホはまあそれで何日か充電できるみたいなので。キャンプ用のバッグがね、あの部屋に置いてあるんで、まあ、もしどっか出てかないといけないときはキャンプ用のバッグ持って、まあ、そこの中にね懐中電灯とかも入ってるんで、まあ、それで最悪避難とかもできるっていう感じでいいんじゃないかなって思います。ただうち窓はね、窓がないんですよ。窓がないから風だけはちょっと、風でなんか窓が割れたりしたら嫌だなと。まあ、嫌だなっていうかね、僕は別に今の時期そんな寒くないから服とか着れないんですけど、動物が困るんですよね。割れないに越したことないなって、割れないでほしいなって思ってますね。まあ何もないに越したことはないんですけど、まあ一応備えましたっていう感じです。あと多分ね、電池とかね、そういうのも備えておくといいと思います。懐中電灯と電池とかね。メガネさん、来るか、来るか、メガネさん。あ、うん、食べるまでプイ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 鳴いてるからね、ペレットで静かにしていてもらいますプイ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 、プイプイ言うの、プイプイ鳴くの。と聞いてる話では今回の台風風がやばいらしいですよね。なんかベランダとかに物が置いてあると飛んできて壊れるかもしれないんで、障害物になりそうなものは全部中に入れておこうかな。まあそんな感じで、終わろうかな。はい、ありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。